中村中学校高等学校の皆さんが好きだ好きだありがとう。みんな何でもいいんだ。もう僕今ありがとうって言っただけなのに、ありがとう本当に。話題の青春小説交換嘘日記が間もなく映画で公開。主演を務める高橋文哉さんとヒロインの桜田ひよりさんが女子校をサプライズ訪問し、熱烈的な歓迎を受けました。瀬戸山純を演じました高橋文哉です。皆様、課外授業よろしくお願いします。皆さんこんにちは、桜田ひよりです。本当に皆さんに会えるのを今日楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。すごい、こんだけ騒いでくれたら安心して出れるねって言って安心でした。ありがとうございます。なんか今日はやっぱこう舞台挨拶とは違うワクワクとドキドキに包まれているなというお話をしていました。この作品は勘違いから交換日記を始めた学校一のモテ男子と不器用な女子高校生の恋を描いた胸キュンラブストーリー。イベントでは高橋さんと桜田さんが生徒たちのお悩み相談に答えました。はい、大好きな部活を引退して悲しいという生徒に、部活は何をやってるんですか。バレーボールやってるか。おそろいだ。僕もバレーボールだった。知った。知ってた。知ってた。知らなかったです。知らなかった。すいません。そう、僕もバレーボールやってて。あ、ポジションは僕はセッター。部活って熱量を込めてやってて、すごく人生の中で一つ大きな自分の青春をかけた一つだと思うので、いつかこう振り返った時にあの瞬間に救われたなって思う悩み事とかにぶち当たることが必ずあると思うので、その時にぜひ横にいる仲間だったりとか先生だったりとか思い浮かべて、また一歩を進めるように、今はそのポカンと空いた状態でいいと思います。そして女子高生ならではのこんな恋の悩みも。女子校なので彼氏はおろか男友達もほぼいません。欲しい。どうやったら彼氏できますか。これはね、どうでしょうか。学生っぽいの来ましたね。学生っぽいですね。そうということですね。難しい。どうですか、男友達もいない。まあでも欲しい欲しい思ってるうちはなかなか現れなかったり、逆にもういいかなって思った時にふっと現れるっていうのをよく聞くので、まずは焦らず、あの運命の相手に出会えるように自分磨きだったりとか、こうファッションとかぜひ楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。出会った時のためにちょっと頑張って可愛くなろうと思います。頑張ってほしい。無理しない程度に自分磨き楽しんでください。自分磨きってなんか女の子がすごく大変なことでもあるけれども、すごく自分を出せる場所だと思うので、いつかねまたこうしっかり輝いて、あの待ってくれてる人のために努力できたら一番素敵だなと思います。ありがとうございます。小島さん、ちょっとたくさんの人たちが見てる状況だけど、実際体験してみます。どうです、やってみましょうか。ありがとうございます。ということで高橋さんが劇中の告白シーンを再現することに。俺のこと知らないなら知ってほしい。付き合ってください。付き合う。ありがとうございます。体験できましたかね。
お腹いっぱい。どうだった？でもなんか彼氏いらないです私。ダメじゃん。もう大丈夫ですもう。高橋さんの胸キュンフレーズに思わずノックアウトされてしまったようです。でもね。本当に今日皆さんに会えてとても楽しい時間を過ごせて私自身とても貴重な経験になりました。爽やか胸キュンラブストーリー映画交換嘘日記、皆さんぜひ見てください。ありがとうございます。では高橋さん。はい、皆さん今日は本当にね、ありがとうございました。こうして劇中の制服をまとって皆さんにこうサプライズという形でお邪魔させていただいて、本当に貴重な体験とすごく嬉しい歓声を聞くことができました。ありがとうございます。中村中学校高等学校の皆さんが好きだ。映画交換嘘日記に出演の2人が女子校サプライズ特別授業で生徒たちが電撃訪問に大熱狂。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。